皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。タイトルは動画で勉強する時の注意点。 YouTube にはたくさんの学習動画ありますよね。これを自分の勉強の目的とか、あ、この先生の話し方好き、これ分かりやすいというようにして勉強に利用すること、これはとてもいいことだと思います。お金もかかりませんしね。でも動画で勉強する時の注意してほしいこと、これがあるんですよ。それはただ見ただけで満足しないということです。動画を見ていると動画の中でね、問題をどんどん解いていくので自分も解けるようになった、そういう気持ちはなるんですけれど、でも実際にそれで解けるようになる人少ないと思いますね。ただ動画を見ただけでは学力は上がらない、その問題を解けるようにはなっていないということなんですよね。じゃあどうすればいいかというと、動画を見たため参考書や問題集、これは市販のものでも学校のものでもいいんですけれど、それを使って実際に問題を解いてみると、つまり動画を見た後で実際に問題を解いてほしいと。これをやらなければ学力って上がらないんです。動画を見る、そして問題を解く、この2つですね。この2つをセットにすることで、ね、効果的な学習、これが生まれていくんですね。今回は動画で勉強する時の注意点ということでお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。